カンデサルタンとは、主に高血圧の治療に使用される、アンジオテンシン通受用体気候薬の一つ。プロドラッグであるカンデサルタンシリキセチルが、アストラゼネカや武田薬品工業から、ブロプレス、アタキャンド、エイミース、レイタキャンドの商品名で市販されている。日本では、武田薬品工業から、ブロプレス、エカード配合場、ユニシア配合場が販売されている。は、 武田薬品工業で海外へは導出されている。開発コード TCV-116。カンデサルタンシレキセチルの構造式高血圧症、人質質性高血圧症、慢性心不全人の血圧に対しては、小圧物質としてアンジオテンシンが最も影響を与える。アンジオテンシン I はアンジオテンシン変換酵素により、アンジオテンシン2へと変換され、 アンジオテンシン2が受容体に結合し、心臓、血管や副腎へと採用する。カンデサルタンはアンジオテンシン2受容体に競争的阻害剤として結合し、血圧を高下させる。2000年代初頭のチャーム臨床試験の結果、心不全の患者が服用することで死亡率、入院率が低下することが示された。心不全の治療では、 ACE 阻害薬が第一選択薬であるが、カンデサルタンの併用は、ACE 阻害薬単剤に比べて、心血管疾患による入院率と死亡率を下げるほか、ACE 阻害薬に忍ばず姿な患者に対しては、アンジ暗示ン転身ン通受容体喫抗薬が代替薬として処方される。観察期間4年間の無作為化比較臨床試験で、 カンデサルタンと偽薬とを比較した結果、カンデサルタンは高血圧前上の患者の高血圧症発症を防止、または遅延させた。観察期間前半の2年間は、カンデサルタンと偽薬がランダムに割り付けられ、カンデサルタン群では高血圧発症がほぼ23に減少した。後半の2年間は、すべての患者に偽薬が投与された。臨床試験の終わりまでに、 カンデサルタンは優位に高血圧リスクを低下させ低下率は15%を上回った。重篤な副作用の発生率はカンデサルタン群よりも偽薬群の方が高かった。チアジド経理尿薬の一つであるヒドロクロロチアジドと併用すると相乗的な高圧効果が得られる。カンデサルタン単剤 8mg で十分な効果が得られない場合は 12mg に増量するよりは ヒドロクロロチア児童追加する方が良い。アリスキレン服用中の患者などには近畿である。ただし、他の高圧治療を行っても、なお、血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く。添付文書に重大な副作用として記載されている項目は、血管不腫、ショック、失神、意識消失、急性腎不全、高カリウム血症、肝機能障害、横断。 無下流球症、オーモンス自由解症、間質性肺炎、低血糖である。また服用した患者の5%以上に、立ちくらみ、低血圧、ふらつき、ガンマ GTP 上昇、貧血、BUN 上昇、クレアチニン上昇、血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中 CK 上昇が現れる。カンデサルタンは、製剤としては、シクロヘキシルマイナス1。 ヒドロキシエチル炭酸エステルとのエステルである。カンデサルタンシリキセチルは、腸壁のエステラーゼで完全に、過水分解されて、カンデサルタンとなり吸収される。プロドラッグとすることで、カンデサルタンの生物学的利用能は向上する。ものの、錠剤の利用能は、約15%、アルコール溶液での利用能は42%であり、高いとは言えない。 カンデサルタンの IC50 は1 5 g キログラムである。開発コード TCV-116 と呼ばれていたカンデサルタンは日本で研究開発された。標準的なラットを用いた動物実験の結果、カンデサルタンが有効性を示したことは1992年から1993年に公表された。人を代償とした予備的臨床試験の結果が 発表されたのは1993年の夏であった。ブロプレスで指摘されているのは以下の点である。京都大学 EBM 共同研究センターを中心に行われた医師主導臨床研究ケース J に武田社員が Web データシステム構築などを担当。同社員は研究終了後の2007年2月に同センターに移籍。武田は 同センターに9年間で25億円を資金供与。2歳の新血関係障害累積発症率を比較したグラフが2つあることが判明。2006年の学会発表時のものと2008年に米国専門誌に掲載された研究論文のもの。両者の違いは時間軸の長さで、学会版は48ヶ月、論文版は42ヶ月で、学会版は42ヶ月以後、 それまで発症率でアムロジピン服用群よりも高かったブロプレス服用群が逆転して低下しているように見える。論文が発表された2006年、武田はブロプレスが長期服用によって心疾患系障害発症で有利となるように見える。グラフを反則資材に使い、ブロプレスを販売した。ありがとうございます。